おはようございます。カモンマテリアル。マテリアルの坂上五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は、さまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。ということで今日は4月の9日です。はい。はい、宿泊みたいなね。さっきにゴロで遊んでみましたけど、はい、なんかでもね最近ね、ね何の日や言うたらもう大体ゴロなんですよね。多いですね。ね、多いよね。はい。さあじゃあ今日はどんなゴロがありますか。はい。あやみのこの日の気になる日です。はい。今日はですね4月9日、はい、大仏の日です。お大仏の日、これゴロちゃうよね。ゴロちゃいます。ゴロちゃいます。なるほどなるほど。はいはいはい。152年の、はい4月9日に奈良県の東大寺の大仏が完成し、はい、開眼供養会という魂の入れる、ね、儀式が盛大に行われた日となっております。これがね、はい、大変やったんですよ。これが本当に行ってたんですか。いや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 、もうほんまにあの見てきたように言うやつやねんけどね、俺見てもないくせに、はい、いやだってね本当に、ね、当時そのまず、何その銅をね集めてきて銅で作ってるから、うん、でしかもそれを金メッキしてなかったんですよ。でメッキ技術がまだ日本に確立してなかったから何回も失敗するし、でその銅と金の量をあの集め全国から集めてくるって言っても産出量そんなないからすっごい大変で、はい、あのまあ、そのためにたくさんの人が、苦労したというね。であのそのしかもあの17メートル、18メートルありますよね、はい、そうですよね、うん、18ここが15メートル、顔の大きさが5メートル、そうなんですよ。だからあれもうこの間あの脇田さんのほら PV 撮りに行ったじゃないですか、はい、あそこの、弘法大師像が、その奈良の大仏さんよりも1メーター低いかなぐらいの大きさなんです。だからもうほんまガンダム立ってるみたいな感じなんですね。あれだから言ったらね、あのジオングみたいな感じですよね、あれ座ってるからね、はいはい、そんなんと一緒にすんなって怒られそうやけど、はい、まあでも本当にあれはあの聖武天皇がね、あの国をその、その豊かにしたいとか、その鎮護国家ってことでね、あの国を守りたいというね、一心で、大仏を作られたやつなので、はい、まあ大概関西の人はみんな見に行ってますけどね。そうですね。小学校の時とかね。はい、あの横の柱に、うん、あの花の穴と同じ大きさの、ね、なぜこあの柱にあそこの柱になんでなんでしょうね。でしかもねあれがねどんな大きい人も入あの通れるっていう話で、あのお相撲さんもあそこ通れんねんとかっつって。はい、俺あのあれね何歳とか、そんなに大きかったですか。いやそれがね不思議、それが七不思議の一つなんですよ、うん、通れるんですよ。確かにツルツルでしたね、はい、そうなんです。ツルっといきます。だすごいたくさんの人あれもう何回も何回もこう通ってるんですけどね、ちょっと大きくなってたりしないんですかね。いやあの分からへんけど一応あの大仏さんの鼻の大きさと一緒らしいです。はい、という日、はい、そういう日と、はい、あとフォークソングの日です。フォークソング、はい、大好きな語呂合わせ、はい、フォークはい、フォーないんじゃないやな、はい、フォーク4はフォーなんやな、はい、で、クーは奇風やねんな、はい、そうです、ね、はいはい、ミュージック界を代表する数々の名曲を作り出してきた日本クラウン株式会社が制定した日となっております。なるほど、はい、なるほどなるほど、日本クラウンですね、はい、懐かしいですね、はいはい、そんなねフォークソングがありますが、まあ、フォークといえばね、あの僕もフォークソング大好きで、はいはい、大好きなのは長渕剛だったりとかするんですけど、うん、今は誰がどう聞いてもあの人の歌フォークソングなんて思わないですけどね。はい、デビュー当時は遅れてきたフォークのなんとかって言ってるんですよね、はいはいはい、そうなんですよ。だからあの髪の毛長くてね、エメロンシャンプーで洗ってたらしいんですよ、はい、いやそうそう、エメロンシャンプーで、はい、あの長髪を洗ってたらしいんですよ。本人が言ってましたから多分そうなんでしょうね、はいはい、そうそうそう。で今日、はい、なんとね登場される、はい、降臨する人がいるんですけどね、はい、その人もねまあまあまあその話は後にしようか、はい、はい、はい、ということですね、はい、はい、終わり、はい、ありがとうございました。はい、はい、降臨です。やーさー降臨したー、やーわー
天上天下唯我独尊ここにあり。ということで生サエコが降臨しました。はいはい、あのあれですよ、合成じゃないですよ。ドイツにいる人合成してるわけじゃないですか。ちょっとドイツから来てみました。今ちょっと転送されてきました今。はいはい、一瞬だけね、はいはい、特別な力を使って特別な力を使って、はい、あのメタルの神様ね。そうそうそう、あのおもろいのがさ、あのメタルオブゴッドかなんかっていうさ、ゴッドオブメタルってさ、この人が英語で書くのよ。だ翻訳で鉄の神って出てくる。そうそうそう、いつもなんか鉄の神って鉄の神かよみたいな感じで、はい、はい、鉄の神に愛された、はい、サエコさんが今日はやってきてくれました。どうもありがとうございます。はい、よろしくお願いします。なので今日はですね、あれじゃないです、プレゼンじゃないですから、はい、ただし、暴走防止のために時間だけかかります。はい、暴走防止のために、はい、でも今日ね、実は私ちょっとね、はい、元気ないんですよ。元気ない、うん、だからあんま多分喋らないと思う。、うん、その多分はね、多分でしかないな。はい、はい、はい、だからスタートだけ言いますので、はい、とりあえず10分10分、はい、10分でお願いします。わ、はい、かりました。アフタートークも含めて、はい、考えると10分しかないです。はい、はいはい、大丈夫ですか。大丈夫です、はいはい、ではスタートします。はい、スタート、はい、はい、ということで、はい、おかえりなさいませということで、ね、ただいまでございます、はい、ほんの少しの短い間ですが、帰ってまいりました。はい、はい、ね、アルバムも発売して、はい、あれが去年のいつだっけ。あれは去年なんですよ、去年の8月。8月ですよね、もう半年、はい、半年以上ね、以上経ちますね。はいはい、ね、はい、そうですね、はい。ただね、残念ながらこうコロナとかもあって、そう、なんていうんですかね、箱使っての大箱でのライブツアーとかができなくて、はい、ちょっと行き詰まったっていうのもあるし、ね、はい、でまあ今ヨーロッパは大変なことになってるので、なってるし、でまあね、はい、ウクライナのこともあるし、そうですよね、とかね、うん、そうだからまあそういうこともあり、はい、まあ、ここでは言えないこともいろいろあるわけですよ。ありますね。あとね、ビザとかもね、ちょっとほんまにね、はいはいはい、ちょっと大変なことになり、そうですよね。まあでもそれもウクライナ問題がちょっと絡んでたりとかするじゃないですか。まあ、まあ若干あるんかも。でもまあ、うん、まあ、うん、さらに難しくなる、ね、でもビザで ね、滞在できないかもとかね、いろんな問題があって、ね、私はちょっと心を病んだんですよ。心というか体調もなんですけど、うんうん、それでひっそりちょっと今は大仏として、はい、大仏としてほんの少し短い間帰ってきてみたんですね。はいはいはい、でこれは本当にお忍びで大仏として帰ってくる予定だから、はい、なんか最初やったんですけど、うん、もうめっちゃここ出てもうたからめっちゃもうちょっと言わない、うん、そうね、そうね、まあまあ、4月9日から解禁になってるんで、はい、情報解禁になってる、はい、でもほんまコロナやからね、そうですね、もう残念ですね、ね、本当にね、だってね、このね、先週出てたね、うん、若いね、うん、さくら若菜ちゃん、はいはいはい、彼女なんか若いからね、うん、こんなんね、かわいいね、うん、何がんなんかつけてたやん、はいはい、ペースガード、私年やからってこんな名前ちょっと待って、ちょっと待っていやいや、年やからちゃうやん、そんなん言うてへんやんか。私ほんまはここも出るんやろうなと思って、うん、こんなめっちゃなんかすごいな、絶対消えへんリップとか持ってきてたのになんか全然使えないいやいや、すごい、残念だ。いや違う違う、彼女はね、女優さんでしょ、うん、で顔をどう見えるかっていうの僕が見てへんかったら、うん、何にもアドバイスできないじゃないですか。いやだから分かる顔、そう、表情を作って、その表情で芝居をしてやるから、そういう表情がこれでね、マスクで見えへんかったら僕何の指導もできないでしょ。だからやってるんですけど、あなた別に表情作らなきゃいとっちゃうから。いやミュージシャンも顔で言うよ顔で表情を歌うときはね、うん、歌うときはね、まあ、今トークやからね、うん、まあ、はい、けどね、はい、はい、ということで、はい、はい、来ていただいて、なんかすごいいっぱいいろいろ持っていただいてるんですよね。いや違う、今日はだってなんか久しぶりやし、この人誰って思ってる人も、うん、そうですよね、はい、いるやろなと思って。これが、古いやつ、これちょっと、うん、去年、ね、去年のやつね、うん、これがね、すごいですよ、はい、去年のこれがね、このアルバムをね、うん、販売した時に、これスペインの、ヘビーっていう、ヘビーってやつ、まさにヘビーメタルのヘビーですね、はい、ザーシで、これなんかほら、もうこれはね、ちょっと前なんですけどね、バーンっていうね、
これは結構大量に乗ったですよ。これすごい、もう見開きだよこれ、ほら見てよこれすごい、もうどこ見てんのこれ。これどこ、これ場所、これオランダ、オランダよね、なんかオランダのカメラマンに撮ってもらったよね、うん、ね、いいカメラマンがいるから、そうオランダで撮った、ああさせてくれるいい人がいるっていうんで、オランダに行くわって聞いてたら、ほんまにオランダで撮ってはったもん、ね、これすごい綺麗な夜景よね。そう、これオランダとか言いながら実は長崎ハウステンボスとか言うわけじゃない、ハウステンボスで撮っても多分一緒な感じで、マジハウステンボスめっちゃうまいことできてるから、うんうん、はいはい、ごめんなさい、一応あの一ネタ入れとけば、うち父とね、うん、ハウステンボス行ったやら、うんうん、すごいよでもこれ、うん、あのまず表紙見開きでしょ、でその後こんだけあってまだある、うん、え何ページこれ、おすげえすげえ、十何ページ忘れた、うおほんまや、十何ページこの、うん、バーンジャパンで十何ページ特集されてるってすごいね。前のやけどな、うん、まあ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 、はいはいはい、そして、はい、そしてこれも、アルバムのやつやね、そうそう、はい、ここに、今日出ております、 CD 持っていくの忘れたからはい、そしてこれが、産経新聞やで、産経新聞ここに映ってます、はい、で最後にちょっとはい、これだいぶ前のやつね、セクシービーム セクシービームというやつですね、はい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 、ね、こうやっていろんなところで取り上げられて5分経ちました、はい、5分経ちました、はい、まだ何も喋ってないな、はいはい、はい、で、はい、質問していくらでもそうですね、はい、音楽のことじゃなくてもいいよ、空港の話がちょっとすごい聞きたくて空港ね、帰ってきたらね、ちょ、もうここからちょっとあの文句言うよ、文句言うよ、いやでもそれは他の人も文句言ってたから、うん、あのちょっと日本政府に対して、ああなるほどね、はいはいはい、あのコロナの対応について、うんうんうん、まあ、私の印象では、うん、ヨーロッパとかに比べると、うん、日本の患者数って低いじゃないですか、低いね、そうやのにね、もうお金かけすぎやしなんかその飛行機から降りた瞬間、うん、もうめっちゃ一人に対しての乗客一人に対してもう何人もスタッフがつくわけ、うん、でこちらですこちらです、次はこちらですってめっちゃ言って、うん、でなんかそのうちなんかあのアプリをダウンロードするんやけど、はいはいはい、そのダウンロードの仕方も説明をするために一人一人ずつまたつくのよ、こんなもんダウンロードできるやんできん人だけここに聞いてくださいとかのわかるけど、うん、全員につくわけ、うん、そしてこうやって、はい、イエスを押してくださいイエスを押してくださいみたいなほんでまたその後もまた次の人がついての、うん、私たちはもう1人に対して何人スタッフがついたことかも10人とか違う、そんなこの金はどう、なんていうの、わかる、わかるよ、でそんなところにお金を使ってる暇があったら、うん、もっと国内の、うん、そのね、いろいろ営業時間短縮だなんだかんだしてるじゃないですか、うん、じゃなくてもっとその国内の体制を整えるために、うん、お金とか時間とかその上のね政策の方でね、うん、書いたらええんちゃうのとちょっと舌が回りそうだったほんまにそう思って、なるほどね、だってもうこんなに患者数が少ないのに、うん、なんで日本だけこんなことになってるのかじゃ分からへんし、もうヨーロッパなんてもっと数多くても別にそんなんなんかあのなんていうの医療崩壊、うん、みたいなことになってへんし、うん、なんでこんなんでなんのみたいな。うん、それはほんま思って、私は日本は好きやから、うん、で日本の一般のって言ったら変やけど、うん、まあ、アベレージ的な方々は皆さん非常によく頑張るので、うん、耐えてると思うんですよ、耐えてる、この状態に、だけどもっと上の方々は、うん、そのね、あのなんていうか、この国を滑る方々は、うん、もうちょっとこの頑張ってる一般の人々に甘えず、うん、やっぱりちゃんとね考えてほしい。いやそれはそうや、ほんまにその通り、それをめっちゃ思った、うんうん、ほんまに こんなにいらんからここでこの、まあ、あれはね国がというか国が決めてやってるというよりは、まあ、空港側がねやってるから、空港はあくまでもの会社がやってるから企業側の努力なんですけどね、あれはね、まあ、それにしても、うんうん、
まあ、過剰サービスというかね。過剰よ、うん、ね。いや、ほんでその後みんなでホテルに入れられるのな、うん、バスでずらーっと入れられるのな。おかしいもん、このそれめっちゃ思った。いやでもね、違うね、あの、最初の頃ね、うん、ほんまにおってんけど抜けよね、うん、要はもう現役も受けたんないし、早く帰りたいからっつって、あの勝手にあのそれも電車使って帰ったりとかするの。あ、だから陽性か何かも何も分かれへん状態でそのまま解き放たれて、結局それがあのまたそこでクラスター起こしたりとかしてたりとかした過去があるから、うん、余計厳しになってんねん。じゃあそれにしてもな、ほんま、なんか私はそんな専門家じゃないからよう知らんけど、うん、あのなんか2類とか5類とかなんかあんねんの、うん、ね、あれを変えへんから余計めんどくさいとか、うん、ただ、ね、先生、まあまあそれはその通りだよね。ただ2類を5類にいきなりするとあの今度はもっとやばい話もいろいろあるっていうのもあるからね。そうやけど別にヨーロッパそんなのあってもまあそこがねなかなかねどうなんかなってところでね、なんか思う、ほんまに、まあ、どうしてもあの日本ってあの命が失われるということに対してものすごく過剰に反応するからね。そうやね。まあでもそれは確かに大事なことなんよ。なんかほんま思うわ、なんかおかしいね、いろいろ、うん、それはめっちゃ思いました。でなんか私の場合はドイツとかはもうすごいワクチンとか厳しかったから、うん、私3回受けてて、はいはい、なんかそういうのは一切聞かれへんのね。ああそうなの、ワクチン回数とか聞かれへんの。一切聞かれへんかった。へえ。のになんかそんななんかみんな一緒にバーって、はいはいはい、連れて行かれの4回検査されのなんかもう。まあでも確かにあれよね、あの入国してくる人が本当に申告、正しい申告するかどうかがわからんっていうのもあるからね、多分。いやでもちゃんと持ってんねんで、そういう政府発行の、はいはいはい、証明書とか。でもフランスでは偽造のやつが売られてるやん。知らん、それは知らんけど。まあだからあの今どうかっていうことを確認したかったよね。そう、ほんまなんかな、なんか労力を使う場所を間違えて、まあそれはその通りやと思うね。ほんまそう思う、うんうんうん、それは一般の人々のため。だって帰ってきたらあの店潰れとったとか結構あったもん。ああ、それはその通り、うん、いっぱいある、うん、なんかそうっていう私のはい、なんやけどそれはまあ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 ちょっとそれはその辺までにしとこうか、うんうん、国を愛する私のつぶやき、うんうん、はいはい、ということですよね。はい、でこれからどないしはんの。いやだからもう行き詰まったからどうしようかなと思って、うんうん、なんかもう私人生終わるんちゃう、もう私こうなったら行く場所もなく路頭に迷って死ぬんちゃう、もう私どうしたらいいか分かれへんって追い詰められて、うん、なんか突然今思いついてるのが南米行こうかなそうそう、あのこ北半球あかんねやったら南半球行こうかって話ないや分かれへんで、まだ思いついてるだけやから、うん、そのちょっとそのためにあそこに連絡して、あそこでちょっと頭長いに、うんうん、でも一応筋書きはちょっとできてる今。なるほどなるほど、なるほど。ちょっと追い詰められたら南米かな、うんうん、いや一つのドアが閉まると他のドアが開くわけや。その通り、うん、全くその通りやね。せやから別に一つのドアが閉じた時はチャンスなんや、うん、と思い今ちょっとそんなことを思ってます。はい、ということで、ただいまから、最後南米ツアーのクラウドファンディング始めたいと思ってます。いやマジでマジでいやマジでマジでそれを考えてて。いやせやろせやろ。そう考えてるやろ。そう、だからその話した方がええんじゃん。そうだけどまたそれをちょっとセットアップができてないから、まあまあ決まってないからね。でもうまいことちゃんといけたら、ね、マジちょっと ね渡航費用とかいるやん。いるいるいる。だから、うん、ちょっとそうしようかなと思ってる。ね、うん、まあまあぜひあのー。まあもちろんね、まず最初に日本でやってほしいけどね。じゃだから日本もやねんけど、日本もそれはちょっと考えるけど、ね、ただメタルやし、なんかもともとなんやろな、うん、うちちょっと変な攻め方してるからあの日本でするっつってもそんなすごいなとかホール大ホールとかではせえへんと思う、うんうんうん、多分その辺のライブハウスとかいうノリだと多分最初は思うんだけども、はい、まあだからそこで南米ツアー、うん、日本ツアーみたいな ね、うんね、いやだから日本グローバルツアーじゃじゃだからあれやん戦略として日本ツアーやりながら南米ツアーの資金集めたいね。じゃあ、まあ、先に南米ツアーの方がなんか面白いと思うね。気持ちの問題やなそれ。なんかちょっと面白いやん。なるほど。なんかヨーロッパ行っても最悪行き止まりよったらどうすんねん、さすがにどうすんねん、南米みたいな。なんかそれぐらいの感じが私らしいかなってちょっと思ってる。なるほど。
はい、ということで、さやこさんはだから今日は元気がないねもうほんまに死にそうやねまあ南米に飛ぶらしいので、はい、知らんけどまだね、こう今もねジャンプしてきたからまたジャンプして南米行くみたいなんでそういうこともねなんかえらいなんか南半球の方からなんかうるさい音が聞こえてきたなと思ったらなんかねブラジルの皆さんみたいな感じでなんか聞こえてきたら、はい、でもまあとりあえず交互期待、はい、うちのすごい長年の友人曰く、はい、方程式があって、うんうん、最悪プラス、うん、最悪の状況&、うんうんうん、最悪のプレッシャーイコール、うん、最高の結果なるほど、うん、本当にそうやと思うわまあいいかなってということで、最高の結果を残せるというか、まあ、それがねまた見れるということを信じてですね、うん、今日はこれで終わりたいと思います、はい、ありがとうございました。はい、じゃああゆみ、はい、おはようございます。はい、お店の紹介に、はい、お知らせです。はい、紹介じゃない、お知らせです。はい、はいはい、16日、17日とマテリアル雑貨店を行っております。行いますので、はい、ぜひぜひお越しください。はい、10時から18時で入場が無料となっておりますので、はい、遊びに来てください。遊びに来てね。はい、はい、そして18日がチームらしい走るイベントもやっております。走りますはい、でクリップとしたり、仮想通貨の勉強会もやっております、はい、どうやったら走って稼げるのか教えてくれます。そうですよ、それポイントですね。ね、はい、はい、走って稼げる20分で4万稼げる。はい、それはい、という、たくさんイベントもやっておりますので、はい、ぜひぜひ皆さんお越しください。はい、詳しくはこちらをご覧ください。書いてます、書いてます。はい、はい、はい、では終わりー。はい、ありがとうございました。はい、高橋さん、はい、はい、おはようございます。はい、おはようございます。はい、おはようございます。はい、というのを行いますけど、はい、はい、最終回ということで、はい、これを合わせてシクシクなるほど、おー、来たシクシク、はい、はい、でね、大仏は奈良じゃなくても兵庫県にもありますからね、はい、よろしくお願いしますね。はい、なんか否定から入ったらかなと思います今日は最後なんで、一本だけで、はい、まあもう絶対最後やったらこれを持っていく。おー、何、あのね、まあいろんなことでも最後の、まあラジオいろんなところでやってて、終わりの時はこの曲をかけてもらうというのがあって、で、私の、出荷の時にもこの出荷の時のこの曲をかけるというのはエンディングノートに書いておりますけども、なるほどなるほど、はい、はい、生涯何があってもベストワン、うん、はい、はい、E.T. でございます。おー、来たー。1982年のアメリカ映画でございますね。はい、スティーブン・スピルバーグの作品ね、うん、もう皆さんもうこれね、あらすじ読んでもね、全然問題ないと思います。はい、はい、まあ、初めも全然入れなくて、はいはい、一作目は私は梅田のピカデリー、うん、ロキシーかな、なんかそこにいますね、うん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 、で何年後かにですね、はい、もう一回夏にリバイバルされたんですね。おー、これが、これは梅田ピカデリーの1か2で見たんですね、うん、ピカデリーね、はい、まあ、1回目も2回目もね、奥さんと言ったんですけどね、まだこれ奥さんって最後に言います。はい、2回目見ましたね、私は泣きましたね、はいはいはい、さあ奥さんの一言は何でしょうか、はい、何だったんでしょうか。話分かってんのになんか悲しいこれね、もう高橋嫁語録ということでね、それまた一言言われて、もう二度と E.T. は奥さんと見ない、奥さんと見ないということで、3回目見たのは大阪の松竹座のさよならね、興行でね、また行って泣きましたよ。もうそこまででもやっぱり子供心が残ってたんですかね。2年前ぐらいパルシネマのね、ジョーズと E.T. で日本立て行った時にね、なんか面白かったあかんかった。いや、やっぱりこれね、いつも言うんですけど、ラストで E.T. が旅立っていくときに、はい、いろんな方が別れを言うんですね、はいはい、これね、年代と自分の環境によって、泣く場所が変わります。不思議な映画は変わらないのに変わらないってことでね、うんうん、でこの映画が日本で公開されたために M&M のチョコレート、はい、あれね、こう E.T. が呼ぶのはね、M&M のチョコレートで、ね、で M が見えないように苦労したっていうね、はい、だとピザのね宅配ね、はい、がこの映画で紹介されて
日本にピザが。ああ、なるほど。そういうことか。あのピザね、うん、でしょ、私嫌いかどうでもいいんですけど、はい、その2つを日本に運んだのが ET の。なるほど。へえ。その後に電動自転車が流れているのが、はい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 、ET が日本にあの、うんうん、なんですか、巻き起こした。なるほど。旋風ということでございますね。皆さんね、ET 見ていただきたいと思います。はい、もうでも ET が巻き起こした旋風でもう一個あの、え、何でしたっけ、してます？何でしょう。ああ、ね、もうみんなこれやってたね。あ、でも爪の毛取ったらね、深爪が上がんかったんですよね。ということでね、はい、私の最終回ということで、インテルとともにね、はい、宇宙に帰っちゃうかな。こうヒューッこう、そうですね、帰っていくってことね。はい、何かでね、皆さんサインいただきましたら戻ってきますけど、はい、ET もまあ2がないのでね、はいはい、永遠のテーマ、あ、動画ではありましたけどね、はいはい、永遠のテーマですけどね、はいはい、このコーナーで約200本以上、そうですね、紹介させていただきましたので、はい、またあの一番ナンバーワンから、はい、繰り返し見ていただきますと、そうですね、はい、あの私もあのたまにあのなんか新作が公開された時に引っ張ったりしますので、ね、うん、見ていただいたらいいかなと思います、はい、でもまた突然登場するかもわかりませんので、ですね、はい、よろしくお願いします、はい、ありがとうございました、ありがとうございました、はい、ということでエンディングでございます、はい、はい、サイコさん来ましたね、生マテリアルはどうでしたか、はい、緊張しました、絶対嘘や楽しい、はい、はい、まあまあまたね、これに来れず遊びに来てください、今度歌って、ただね、あの本当にね、この人が 本気で歌ったらこの店潰れるよ、超音波すごいから、ひゃーっつって、もう本当に前に俺があの一緒にカラオケスナックやったっけ、あれ行った時にほんまに窓がブリーって揺れてたもん、ま、マジで一回窓割れたことあるの、やるな、いや絶対せやと思う、本当にすごいあの本当にこの喉からこの おへそまでのここがスピーカーになって聞こえてくるっていうのを俺初めて体験して、もうサビも立ったもん、本当にすごかったんで、ぜひ皆さんも生で、あ、そうそうそう、あれは好きです、もう素晴らしい歌ですから、ぜひまた次回ね歌っていただきたいなと思うんですが、はい、がですよ、はい、あゆみちゃんお願い、はい、はい、ということで何しとんねんお前はい、ということで高橋さん、はい、ありがとうございます、どうも、はい、いや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 、本当に本当に、いやもうやっぱね、あの高橋さんがね映画をね紹介してくれることで、やっぱこの番組すごいグレードが上がったってところがあるので、あの本当にありがとうございます、また帰ってきてください、あなたのみたいな恋をしたアカデミー賞取ったからな、あの女優賞ね、はい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 、はい、ありがとうございます、はい、ということでこのまま終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。